ここの出っ張りが頭が大きく、なんか言われても真四角な、毛量が多いので、はい、実際は多くないんで、はい、いやすごい四角がなくなって、お願いします。今日カットと調整でなんか長さどんな感じにしたいとかってありますか？はい、できればなんか変えたいなっていうので、はい、印象を、あ、そうです、はい、はい、ずっとこれぐらいの、そうですね、はい、もうちっちゃい時から、はい、あと毛量が多いので、はい、そこを少し改善したいなと。毛量はいつ思いつく？乾かす時もそうで、なんか日常的に重いのと顔が大きく感じるのかなって思う節が、毛量が多いと、あ、そうです、はい、あ、そう、この出っ張りがすごくあるので、ここで頭が大きくなるのかなと、はい、この張りを強調させちゃってるのが、はい、ここがないのとここがないの、はい、でここが出てるっていうのが、はい、一番ここの張りを強調させちゃってて、はい、この張りってまあもう潰すのは難しいので、はい、どっかを出してここがへこんでるように見せないといけないんですけど、はい、このトップを入れるだけボリュームを出して、うん、はい、で今ここの段がついてない毛、はい、これが長いんですけど、はい、これを短く切ってここの丸みにして、はい、ここの締まりをつけないと、はい、ここってもう目立つ一方なんですね、このカットだと、はい、この段で調整して、はい、で丸みつけれて、はい、この下は締めれるので、はい、こう変えていけばかなり印象変わるんじゃないかなっていうか、今までやったことないんですよね。そうですね、はい、ここがちょっと出っ張ってるのも気になります、はい、かけます、はい、あ、全部かけた時に、はい、まあ、これも長いじゃないですか、かけるしかないじゃないですか、はい、もうちょっとここ張ってるの気になるんだったら、はい、下ろした時にもこの辺で落ちてるような毛束っていうのもあった方が、うん、ここ作れればここの張りも隠せるん で、はい、でこっちの締まり出せればかなり変わると思うので、はい、似合うかが、似合うかが、はい、なんか言われても真四角な、そうそうそう、真四角な感じなので、まあこれ見慣れてるっていうのもあると思うんですけど、はいはい、後ろから見ても今結構ここに角があって、ここに角があって、ここに角があって、ここに角っていう感じで、はい、この全部の4つ角に一番ボリュームが来てるっていう状態なので、はい、やっぱここの丸みがこう出た方が絶対いいと思うんですよね、はいはい、でそっちの方がさっきも言った毛量が多いって言ってるんですか、実際は多くないんで、見た目で多く見えちゃってる、そのシルエットが変われば見た目の軽さも出るんで、やっぱりこれって今日アイロンしてます？あ、してないです、ドライヤーだけで。ただ前の美容師さん行った時に、確かに縮毛とかまた次とか考えた方がいいかもねみたいなことを言われて、なんか見る感じそんなに矯正いらないのかなっていう感じもするんですけど、はい、前回その美容師さんに言われて、はい、ああ縮毛かけた方がいいのかなと思って、はい、言われて思いました？あ、言われてですね、はい、なんか別にして言われるまではそんなに、そうですね、あ、むしろちょっと直毛なのかなって思ってて、はい、自然な癖があった方がここの丸みになるんですね、うん、まっすぐすぎちゃっても作りにくいんですよ、はい、自然なそうふわっという癖があった方が作りやすいんですよ、自分で乾かした時とかも、はい、矯正いらないんじゃないかなって思うんですけど、はい、カっただけで今言ってた悩みは治るかなっていう、はい、で丸いショートボブっていう感じ、はい、じゃあそれで行きましょうか、はい、お願いします、はい、いつも何種オーダーしてたんですか？あのもう ボブで特にじゃあ別に段入れますか、はい、なんとか言うのもなく、はい、段入れない方が、段入れない方がストレートに見えていいんじゃないかなって思ってます。段入れたらもうちょっとその面積が増えて、はい、顔大きくなるんじゃないかなみたいな、顔大きくなる、段入れないと、あ、入れると、入れるとあ、この面積が増えてめちゃめちゃ大きくなるのかな、段入れないと顔大きく見えますね。なんか全部隠せば隠すほどいいという、はい、こともなく、あ、下の勝ちみたいな、下の勝ちやっぱボリュームも全部そうじゃないですか、全部ボリュームが出てると四角、はい、だからやっぱボリューム出すところ出さないところっていうのを、はい、メリハリをつけるとボケるんですよ、自分の悩みとか、段つけないでとりあえず顔周り眺め、あ、こうなのかなと、そうそうそう、っていう方結構多いんですけど、それ逆でここは隠してここは出すみたいな、はい、っていうのを毛でこう作ったりなんですけど、でかく見えちゃうので逆に、はい、全部が隠れちゃうとすると、はい、
あとはこの針もやっぱ手軽に見えちゃうし、はい、針がもうずっと気になってたの。目立たないというか、はい、今これ何もつけてない状態なんで、うん、乾かすだけでこのぐらいのイメージにはなるんで、いい、めちゃめちゃいい、ありがとうございます。なんかスタイリング剤つけるときは、はい、中から中の毛にしっかりつける、うん、スタイリング剤つけるとき最初この形気にしなくていいんで、こうもう最初こんな、なんか爆発させる感じでいいんで、一回全体にスタイリング剤をつけるっていうイメージ、うん、特にこの鉢下の根元、はい、でそこからいらないところを潰していく感じです。鉢よりも下のこの辺とか、はい、この中の毛のボリュームっていうのはいらないんで、うん、ただ一回全部つけないと一番下のこのシルエットになるところって中の毛でしか作れないんですよね。表面だけ頑張っちゃうとこの中間だけベトベトしてこの下の毛がパサパサしちゃう、はい、
こだけなんかつけるときは注意してもらった方がいいかなって感じ。ここを潰すとこの丸みがこう丸く見える感じ、はい、になるんですよね、イメージに、ね、ここを潰してここを丸く見せるみたいなイメージの方が綺麗になります。矯正なしでもいけましたね、はい、めちゃめちゃ異色で異色ありますね、はいはい、いやすごい四角がなくなって、四角がなくなりましたね、はい、めちゃめちゃ丸く、はい、いい感じに、はい、めちゃめちゃ良くなってありがとうございます。はい、こんな感じで、はい、はい、ありがとうございます。